はい、スタート地点。なんか怖かったよね。駐車場の支払うとこで、登山口どこですかって。え、登山すんの？熊鈴持ってんの？って。うん。熊出るよ。ちょっと怖い。ビビってます。はい、じゃあ行きましょうか。はい、ナムクじゃないよ。だからエリンギだ。カジ、なんとこレアの虫1個見つけてる。何？トカゲ。トカゲ？黒かったところ。白袋いるらしい。ここ、うん、白袋、白い袋、はい、見たいね。キリミ絶対これ空気変わるやつやん。涼しい。何これ。スケスケじゃね。スケスケまくりじゃね。スケスケまくり。やばくね。すごい空気変わったね。めっちゃ変わった。なんか。わかる？わかるよ。なんか、涼しくなった。うん、だって暑いから涼しいになったもん。え？すごい、本当に青い。いや、もう青。本当に青い。あ、もう帰って、ここ絶対作文スポットだ。なんか青いのに下まで見えるね。なんで青いの、こんなに。なんで？全然違かったね、あの池と。これは本当に青だね。うん、今登っていく人たち。青じゃないよ。それでは。行きましょう。あ、これ書いてく？一応登山届け。いや、なんか開かなかった。行きましょう。パパが先頭に行けますね。あの、クマさん出たとしても、クマさんが来ないようにみんなで歌っていきますよ。はい、じゃあ行きます。はい、これはやばい。この坂はやばい。ママ登るんだ、この坂。いや、わかんない。ここが合ってんのかもわかんないけど。うわ。途中でこれやばくない？なんか誰もいないから。誰もいないからわかんないよね。うん。だから、これ道合ってんのか。ほんと、そんぐらい心配するよな。こい。死んじゃうよ。うん、登ってって、通ってって。頑張れ。やばい。ママ、うん。あの、戻りたかったら言ってください。あ、危なくなったら切り替えと、はい、道が。あまりにも。うん。はい、犬なんぞいらん。あ、光っちゃった。ねえ。ねえ。よし。行こう。レッツ。紐持ってから移動するんだよ、ずっと。紐離しちゃダメだよ。紐だよ、紐。木じゃない。で、そっちもオレンジの持って。はい。で、あと上がる。お、そう。OK。あれ、最初だけだからね、辛いの。どんどん体が慣れてくるから。うん、足がやばい。行きましょうか。死んでます。行きます。変なとこ登ったりするからさ。全部あるよ。あ、それすごくだね。ロープ使って。いや、ママ焦ってる。
はいよ、前。休んだよ、火加減で。もうあと前進んで、そこを辛いから。余裕すぎる。一回休んで。どうぞ。暑い。パパは暑い。よいしょどうぞ少し休みましょう。ここでちょっと休む。よいしょ、あとちょっとだ。本当だ、めっちゃ近いんですけど。第一山部。おはようございます。すいませんね、今日お邪魔してますんで。めっちゃ使ってるから、ちょっとこれいただきます。はい、変な虫がちょっと払う。お払いしてるみたい。違う、くっついたら払えるように。すげえ、すいません、悪魔がお払いしてる。よし、じゃあ行きますか。こっち見て、ついたぞ。あー、ついた、見たよ。どうだ、すげえ。うわー崩れてる。頑張ったね、頑張った。はい、でも頑張った。もう一回足やって。もう一回あったんですね。あったも、パパもやる。やってるよ。うん、あるよ。頂上を堪能できないっていう。危ない。山頂です。青森の旅達成でございます。達成では、降ります。降りましょう。いや、ほんとよかった。いや、よかった。なんか当初予定してたことを全部できてよかった。そうだね。あー、もうやだ、頂上ちょっとアボーイ。アボーイね。下は顔多いぞ。もう一番結構危なかったから気をつけて。カエデ、だからカエデ少し時間ずらしていけばいい。いい？ここ滑るから。この下は崖です。崖というか、ちょっと落ちたら大変なとかね、急な。さあ、バカな家族行きます。はい、頭も抱きついてください。まあ、ママばあちゃんみたいだった今。カエデ終わったんだったら捕まない。あなたが転びそうだ。さあ、ここです。難関。そうだよ。日もあるから。そう、結構石崩れていっちゃうから、そうそうそう、日もつけながら。行きました。あ、一人死んだ、一人死んだ、ほら落ちる、一人落ちる、一人落ちる、落ちた方が早いんじゃないの。ただ気をつけて、ちょっと待って、うん、あ、パパ助けて、今行くから待って、うん、あ、大丈夫だ、大丈夫だ、あ、帰って、気をつけて、
まあしょうがないね。なんかでかいのにありがとうみたい。何このめっちゃ。気をつけて。まあ滑っても大丈夫だけど。ほんと広範囲で土砂崩れが起きたんだね。あー足首痛くなってきた。ゴロゴロ石が。どう？できた。お疲れ。いや大丈夫だよ。大丈夫大丈夫。なんかあった時のための届けるわ。お疲れ。ここに宿泊です。これここから見る星空が日本一綺麗らしいです。そうだから夜は星を見ます。みんなで無料のマットを借りて日本一の星空。寝転んで星座観察を楽しめる。マットの無料貸し出ししてます。今寝転んでんだけどさ、まだ星お腹すいた？お腹すいたね。頑張ったから。さあ行きましょう。あ、あったんと楓が好きな鳥がいました。まだおかずが全然来てないから。そうだね、おかずが多分これから来る。これは何？何だった？これね、あ、きりたんぽみたいなやつ。ママたちは2つある。じゃあ、お肉純菜だ、ママ大好き。はい、じゃあバーイ。持ってかった。はい、おいしい。美味しい。日本一綺麗な星空を見に行きます。スターゲイツね、楽しみだね。どの辺にする？パパここでいい？I just wanna see my time, yeah.
8位これは。ね、ただいまの気温もうすでに34度なので暑すぎるため撤退します。猛暑です、猛暑。やばい、これ倒れちゃうよ、こんなんなんかいたら。あれ、ここがこちらが登ってきた崩れ、大崩れ、大崩れの下に日本キャニオンっていうのかな、岩肌が見えてる山ということで、青森の旅4泊5日無事終わりました。はい、まあ、帰ってる時かね、うん、今から帰るんだね。帰るで、到着予想時刻が5時、5時です。まあ10時です。